ヘビーキャロライナリーグ、まあ、ちょっとね特殊なリーグで、このヘビーキャロライナリーグを僕大好きでよく使うんですけれども、遠投をしつつ小さいリーグを操作してあげたり、簡単に底が取れたり、ボトムの地面の状況がどんな場所なのかとか、簡単にそういう部分を広く探りつつ食わせることができる、そんな夢のようなリーグなんですが、リグーのが難しいとか、どうやって操作したらいいかわからない、どうやってキャストしたらいいかわからないっていう疑問が結構多いリグでもあるんですよね。なので今回の動画では、僕がそのどうやってリグって、どうやって投げて、どうやって操作するかと、まあ、そんなね釣るっていうことではなく、この動画を見ればヘビキャローがみんなでできるようになるいうようなところを紹介していきたいなと思います。まずシンカーなんですけれども、3つ、まあ、3種類のウェイトがあります。この僕はね流儀のビーツ TG というシンカーを使ってます。まあ通称ツボチューブって呼ばれる、ツボにチューブが突き刺さったような形をしているようなシンカーです。で 17.5g、21g、28g っていう3種類があるんですけれども、まあその状況に応じて、使い分けるっていうような感じなんですが、基準は 21g 僕好きで使ってます。でこの重さっていうのは深さで使い分けるのかなって思うと思うんですけど、実は違くて、例えば、28g の、あ、じゃあ 17.5g 一番軽いこのウェイトのものに対してエスケープツインぐらいの重いルアーを使うとどうなるかっていうと、重さが二分する、キャロライナ二分するんで、こうぐる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 回っちゃってキャスティングができなくなっちゃうんですよね。なのでエスケープツインには 28g、 エスケープチビツインには 21g で、もっとちっちゃい、レッグアーム線香3インチとかには 17.5g っていうような感じで、ルアーが重くなればなるほど重りを重くするっていうような感じで使い分けるといいかなと思います。でじゃあまず今回エスケープツインをリグるんで、僕 28g のビーツを使います。基本的には、このままこのまずビーツのシンカーを糸通してあげるんですけれども、根がかりがすごく多いところではノーマル、このままで使ってください。でも根がかりが少ないところでより感度を出したいなっていう時は、チューブを半分ぐらい切ってください。チューブをね半分ぐらいカットしてあげて使うといいかなと思います。だから根がかりが多いとこでは、チューブ長め、でも根がかりが少ないなっていうとこではチューブ短め、チューブが短い方が感度が上がります。そういう風にやって使い分けるといいかなと思います。でここで、ビーツのシンカーを準備すればキャロライナできるのかなと思うんですけれども、こっから必要なものがたくさん出てきます。それは何かというと、まずこの流儀のコンボストッパー L、 ちょっと大量に入っちゃってるんでパッケージ見えないんですけど、このコンボストッパー L とキャロダンスイベルのヘビーです。これヘビーじゃないとダメです。やっぱあの重いものなんで反動で壊れちゃう場合もあるんで、このヘビー、これを絶対準備してください。この2つすっごい重要です。キャロやるにはこの2つセットで持っとくのがいいかなと思います。まずねこのメインラインと呼ばれる、今糸を通したこのシンカーを通したこのリールに巻かれてる糸は14ポンドもしくは16ポンドぐらいがいいかなと思います。まあアメリカだと16ポンド今結んでるんですけど、日本だったら14が基準になります。でこの R18 をフロロリミテッドハードバス、固めの糸の16ポンド今結んでます。でまず何をするかっていうと、こちらキャロダンスイベルじゃなの手前にこのコンボストッパーの L です。 M ではありません。 L サイズを準備してください。なんでかっていうと、シンカーがぶつかる部分なんで L の方が圧倒的にあのクッション性が高いっていうので L をつけます。このコンボストッパーを1個ではなく2個通します。2個通してあげるとどうなるかっていうと、こういう風にシンカーの手前にこういう風にストッパーがつきますね。でここに対してキャロライナのスイベル、これですね、キャロダンスイベルの L サイズ、ヘビーサイズか、
を結びます。でここ結び目がね、僕おすすめはやっぱダブルユニノットですね。なんでかっていうと、よく僕パロマノット使うんですけれども、やっぱここ衝撃が結構あるんで、こうなんていうの、結び目が大きくてよりラインの量が結んでるところにこうたくさん集まる方がクッション性が高くなるんで、僕はダブルユニがおすすめです。こんな感じで結んであげます。これでまず半分終了ですね。リグツボチューブにコンボストッパー L が2個ついて、キャロダンスイベルがのヘビーがくっついてます。でよくね、この手前にコンボストッパーをくっつける方いるんですけど、僕もね最初の方やってたんですけど、これね一番キーになるのは、ヘビキャロってこう仕掛けていく、こうやってチッ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 ってリアクションでかけていくときに、テッて一瞬だけ吸い込むバイトってあるんですよ。その時に実はここの進化がフリーだと、テッてこう吸い込みやすくなるんですよね。だからほんと小さなバイトを取るときに、この進化を固定しちゃうと、パッと吸い込むときに吸い込めない場合があるんですよ。だからタフコンほどここを固定しちゃうとミスっちゃうんで、この前は絶対止めない方が、キャッチ率上がります。なので、ここフリーにしておくのがおすすめですね。でこの次、ここすごい重要です。本当に重要。どういう意味かっていうと、実はこのヘビキャロって寝がかっちゃった時に、このリーダーシンカーごとなくすのか、まあ、取れるのが一番ベストなんですけど、やっぱ最悪の場合シンカーごとなくすのか、スイベルから下をなくしてしまうのかっていうのがすごい大きいキーになるんですよ。やっぱ寝がかりって外したいじゃないですか。ビーツっていう TG は本当寝がかりが激減するシンカーなんですが、ワームが寝がかることを回避することはやっぱできないんですよ。ここすごい重要です。だからワームを寝がかった時に、やっぱこう寝がかりを外しやすいシンカーなのに、なんで寝がかっちゃうのって思う時に、シンカーじゃなくワームが引っかかってることがすっごい多いです。その時に、じゃあどういう風にやってそのシンカーをなくすっていうことを回避するか、もしくはでも全部外せればベストなんですけど、僕の中でこのキーにするのは、このメインラインよりもリーダーを細くしてあげる。これすごい重要です。でやっぱ日本だとプレッシャーも高いから、14ポンドのメインラインに、これ14ポンドをね、このリールに巻いて歩いてが14ポンドで、リーダーが僕8ポンド使います。そうすることによって、遠投でヘビーな、その沖まで攻めれて、ヘビーカバーのオダとかをこう攻めてるけれども、8ポンドのラインでフィネスに誘えるっていうところがいい部分なんで、14ポンドに8ポンドっていうようなセッティングが、日本での基準になります。もしくは16ポンドで10ポンド、そういうような感じがいいかなと思います。まあ、今回ねこの10ポンドを使いたいと思うんですけれども、基本的には糸、まあ一ひろ出してあげて、ちょっとか、一ひろとちょっと出してあげて、この、キャロダンスイベルのヘビーの反対側ですね、こっち側に今度やってあげるんですけれども、まあ、ここも僕の場合は、ダブルユニノットを対応してます。このグランドマックス、これシーガーのグランドマックスって一番強いラインなんですけれども、シーガーの中でも最も強いハリスになるんですけれども、ここに結ぶ針、これも重要です。遠距離でかけるとか、糸がたるんだ状態でもスカッとかけてかなきゃいけないっていうことを考えると、やっぱりこのダブルエッジっていう細軸線形オフセットフックナローゲープ、パワーロスの少ないナローゲープっていうのは僕のメインになります。でこれのエスケープツインの場合は30を使うんで、こちら30をリグります。これね30、こんな感じで、この30をここに結んであげます。まあ、ここも僕の場合はダブルユニノットを使うことが多いかなね。これで一応リグ完成です。ヘビーキャロラインこんな感じで完成というような感じなんで、ここにワームをつけます。はい、これで完成です。エスケープツインの 28g のビーツ TG にコンボストッパー L2 個付けで、このキャロダンスイベル
でここまでは R18 のフロロリミテッドハードバス硬い糸、もうとにかく硬い糸の方が感度がいいので硬い糸で使ってます。16ポンドもしくは14ポンドで、リーダーがこれシーガーグランドマックス、シーガーのリーダーの中でも一番強い糸の、8ポンドもしくは10ポンドを結んであげて、エスケープツインの30のダブルエッジをつけた、ヘビーキャロライナリグが完成しました。基本的に、まあ、こんな感じのリグでやってあげるといいかなと思います。この後ルアーをキャストして操作していく中で、どうやって根掛かりを外していくのか、もしくは、どういうふうに、根掛かりを回避していくのか、そしてどうしようもない根掛かりっていうのがあるんですけれども、それはシンカーではなくワームが根掛かってしまった場合の対処法っていうようなところを紹介したいなと思います。今使ってるタックルなんですけれども、これロードランナーストラクチャー NXS の 700H、 これあのリアクションキャロライナっていう名前の通り、この 21g のヘビーキャロライナとか 28g のヘビーキャロライナ系のリグにぴったりな竿になってます。で、基本的には投げ方としては、あの全体のこうワーム自体を投げるっていうよりはシンカーを投げるイメージでキャストしてもらえるのが一番やりやすいですね。なので最初投げづらいなと思ったら、シンカーをティップにくっつけちゃいます。シンカーをティップにくっつけちゃってこのまま投げる。まずこれを覚えてみてください。このシンカーをくっつけちゃうことによって、ヘビキャロのこのリーダー分投げづらいなっていうのが全くなくなるんで、ティップとシンカーくっつけて投げる。まずこれから覚えるといいかなと思います。で、操作の仕方なんですけれども、まずボトムを取る、まあ、これ一番ですね。これすごい大切なので、ボトムを取るまでまず落っことしてあげて、その後こうスーッと横にこうズル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 ーっと、まあ、これが基本操作方法です。こうやってズルズルやっていくと、やっぱり重りが重いので、あのずっとそこついてるんですよね。でずっとこうそこにつき続けて、何かちっちゃい変化とか硬いものとかにこう引っかかる、何か硬いものあるなここっていうところでちょっとこう誘ってあげる。ちょこ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 、こうやってね誘ってあげて、これで食わないなと思ったらクリアするっていう感じで、今ちょっと根がかったじゃないですか。で、根がかんなすぎるのもダメなんですよ。実は根がかるって当たりが出るきっかけにもなるんで、今みたいにこうやって根がかるな、根がかったなって思ったら、こう進化を揺すってあげるんですよね。こうやってそうするとこうやって取れます。また今引っかかります。で、今乗り越えました。で、またこうズルズルズルってやっていくことによって、こう根がかりを回避して、ルアーを操作してってあげます。まあ、これなんで根がかんない、なんで根がかりが極端にしづらいかっていうと、こう重りの形状的にこう引っかかりましたっていう状態になった時に緩めるのが肝なんですよね。緩めるとどうなるかっていうと、この氷炭状の形なんで、こうやって引っかかってるとこうポーンと起き上がるんですよ。だから結び目がこう逆側にポインっていくんですよね。で、この緩めてあげた時にポーンと逆側に向いた時からパーンと外すと取れる。だから一回根がかったとしても、緩めてもう一回、緩めてもう一回っていうのを繰り返すと根掛かり外れやすいっていうような形になります。なので、そのロスト率っていうのがすごい下がるっていうところにつながります。ただやっぱシンカーは根掛からないけれども、ワームを根掛かることを回避するっていうことはなかなか重りにはできないんですよ。なので、やっぱワームが引っかかってるのか重りが引っかかってるのかっていうのを覚えることができるようになるのも結構肝です。どういう意味かっていうと、もうこれ感覚になっちゃって申し訳ないんですけれども、根がかった時に全然動かない、あれ根がかった根がかった全然動かないっていうのは、もうほぼ 100% シンカーが引っかかってます。なんでかっていうと、シンカーがガコって引っかかってるから動かない。でもワームが引っかかってる時どうなるかっていうと、
シンカーがブーンブーンブーンっていくんですよ。だって持ち上げるとあれなんか動くな、あれ落ちる、動くな落ちるっていう、ロープに引っかかった時みたいな感じになります。これはシンク、ワームが引っかかってます。これは危険です。なんで危険かっていうと、要はワームが引っかかってるってことは針が引っかかっちゃってるわけですよ。そうなるとシンカーがいくら根掛かりを回避しやすい重りでも根掛かりが取れない可能性が高いです。なんでかっていうと回収機も重りが先に引っかかっちゃうんで、重りの方行っちゃうんで回収機も届かないわけじゃないですか。そういう時にやっぱこう役立ってくるのが、まあ、最悪ラインブレイクしてしまう時とかにリーダーの部分を少し細くしてあげることによってシンカーは救出できるっていうところにつながります。まあ、ただ取れる場合もあるので諦めないでやっていただきたいんですけれども、基本的にメインライン、このリールに巻いている糸はシーガーの R18 フロロリミテッドハードバスの14ポンドで、リーダーをシーガーのグランドマックス8ポンドっていうような形にしてあげて、食わせでこう円筒でボトムをこう誘ってあげるんだけれども、寝かかってしまった時になるべく取れるように努力はするけれども、最悪ダメな時はシンカーだけ救出できるような形のセッティングにしてあげるといいかなと思います。ただまあ決して8ポンドがシンカーを救出するための8ポンドではなく、ディープでおかっぱりからでもすごい深いところでフィネスなリグをやりたい、チビツインとかフィネスなリグをやりたいっていう時に、やっぱりこの8ポンドっていう細さが武器になるので、フィネスなリグを深いところをしっかり底取って攻めれる、これがヘビーキャロライナのいいところかなと思います。じゃあ僕はチビツインを打ってみます。あ、いいよ、俺レディーフィッシュ。はい、チビツインの 21g のヘビキャロ。これも 21? うん、21ですね。どっちも21です。あ、いいよ。田辺さんも21で僕も21です。ヘコヘコやってる音楽、こうやってやってないです。え、やってないです。もうすーっくりこうやってます。ほら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 、当たった？当たりました。当たったって。でもあれっすよ、食ってないっす。いけ。え？おっしゃ、来た。来たぞ。さすが。やったぜ。やったぞ。やったぜ、やっぱり。やったぞ。今のはもう俺が見ててもゴゴゴ、ゴゴゴとかなってる。ゴゴって言いますね。おいっしょ、やったー、釣れた。さすが、絶対僕釣りますからとか言って、これで伊藤匠の強さは。作り顔は今年初バス。お、来た。来た。来てますよね、これ。来てますよね、これ。来てると思うんだけど。ですよね。大場さん。来てると思うんだけど、ちっちゃすぎてわかんない。釣れたじゃないですか。釣れた。バカみたいに長いリーダーとバカみたいに重いシンカーで釣れましたみたいな。いやいや、理にかなったウェイトと理にかなったリーダーで、はい、ね、よく言えば、はい、っていうかまさにそれ。ナイス上ゴッキー来ました。お、来た。やる。即合わせしました。即合わせ、はい。おーおー、さすがです。釣れた。即合わせ必須。やるよね。やるありがとうございます。ツボ中ビーチシンカー 21g 釣れました。来シーズンも楽しみだね。